ザ・ドリフターズの中本浩二さん、本名、中本浩輝さんが、19日22時22分、急性硬膜下血腫のため、帰らぬ人となりました。ご冥福をお祈りします。享年81歳でした。所属事務所が、同日、公式サイトに文書を掲載し発表。中本さんは、18日午前9時頃、横浜市内の道路を横断しようとして、乗用車にはねられ、同市内の病院に搬送され、緊急手術を受けていました。27歳年下の妻で、演歌歌手の純歌さんや所属事務所関係者も駆けつけましたが、願い届かず、旅立って行かれました。神奈川県警によると、中本さんは、横断歩道も信号もない交差点を歩いて横断しようとした際、直進してきたワゴン車にはねられたとのことです。そこは、横断禁止の標識が複数あるエリアでした。地元住民によれば、信号まで遠いので、渡っちゃう人も結構多いんですとのこと。普段から危険な横断をする人が多いという場所だったようです。頭を強く打ったとみられ、頭から血を流しており、搬送先の病院で手術を受けました。搬送時は会話ができる状態ではなかったといいます。しかし、都内に住む中本さんがなぜ横浜に？それには理由がありました。横浜でカレー屋を始め、その近所に住むため家を出てしまった奥さんを追って、足根に奥さんのカレー屋に通っていたようなのです。近所の飲食店オーナーは、この近所で何度も見てます。話しかけたことはないですけど。青果店の人も、いつも来てるよ、中本浩二さんと話しています。中本さんは1941年、東京都生まれ。大学卒業後に、ジェリー藤尾さんのバンドにギターで参加する形で、芸能界入りしました。同バンドには、高木ブーさんなどもおり、高木ブーさんの誘いで、1965年にドリフに加入。1966年には、ビートルズの来日公演の前座として、日本武道館のステージにも立ちました。その後は、ドリフのメンバーとして、8時だよ全員集合、ドリフ大爆笑などに出演し、人気を集めました。全員集合では、機械体操をするコントで、抜群の運動神経を発揮し、ファンを喜ばせました。1985年に全員集合が終了すると、俳優業でも活躍。遠山の金さん2、水戸黄門、総理と呼ばないで、などで、名バイプレイヤーとしての地位を確立。一方で、こぶ茶バンドなどで音楽活動も継続していました。私生活では、2012年に、27歳下の純歌さんと3度目の結婚。最後にイベント出演したのは、今月14日。群馬、高崎高島屋で開催中の、志村けんの大爆笑展に、高木ブーさんと出席。志村も喜んでくれたかな、と、20年に死去したドリフメンバー。志村けんさんを偲んでいました。最後にインパクトのある中本浩二という芸名についてご紹介します。芸名の由来には、以下のようなものがあるそうです。ドリフ加入後、渡辺プロダクションの先輩にあたる花はじめさんに、それにしても、お前はいつも、体が工事中だな、怪我が多かったため。よし、お前は、芸名を中本浩二にしなさい。と言われたそうです。これは高木ブーさんの証言です。当時は、水にちなんだ芸名は縁起が良いとされ、工事は、水をたくさん使うだろというこじつけも含まれているとのこと。また、いかりや長介さんの著書によれば、中本さん自身が、本名の浩輝をあまり好きではなかったため、浩二と名乗っていたところ、花はじめさんに、浩二は、そのままで良い、その代わり、道路工事の工事としなさいと言われたという説もあります。改めて、中本浩二さんのご冥福をお祈りします。今回の話題、あなたは、どのようにお感じになりましたか？コメント欄より、ご意見ご感想をお聞かせいただければ幸いです。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。